どうも、ベアンです。ベアン主催の、グリプラ広場というイベントのね、イベント初日アフタートークというふうな形でいろいろ喋っていきたいと思いますけども、今ねこれ目の前に映ってるのがですね、プラレールタイムのジュンさんがね、組み立てられました N ゲージのレイアウトなんですけども、初日はですね、まあこれの準備というふうな形で今日1日かけて、まあ、ジュンさんがね、組み立ててたんですけども、めちゃくちゃかっこいいです。こんな感じでね、鉄橋があったりとか、でこのね駅のなんかターミナルっぽい感じもいいですし、車両基地なんかね、水風と敷島が並んでたりとかね、まあ、ここなんて新旧山手線が並んでたりとか、ここはもうキハの祭りですよね。北陸列車とか、ね、三正スローライフとかそんなのがあるんですけど もう見てるだけでめちゃくちゃ楽しい感じです。でここにはね、なんと路面電車もあるというね、電停とかめちゃくちゃリアルですよね。セブンがあったりとか、パーティータイム、カラオケのビルがあったりとかね、めちゃくちゃ本当ここもねずっと見てました。ベイアンもうなんかその見てるだけで楽しくてですね、ちょっと若干興奮気味でしたね。でこちらの方がですね、高架の、ゾーンというふうな形で、ここはね運転体験とかじゃなくて、まあ見て楽しむ場所なんですけども、今ドクターイエローと、ハローキティ新幹線500系がね、このホームにいるんですけども、これね走行してるシーンを見ましたけども、ここから見るとめちゃくちゃかっこいいです。この角度、こんな感じでもうカーブキューンっていくところがねほんとかっこよくて、もう通るたびに結構ベアン発狂してましたね。やっぱ高架レールいいですよね。でその下にはですね HO の方、今メンテナンス中ですけども、かっこいい感じでなんかここも走るんですよね。でこのね下のねこの高架下を通り過ぎるこの客車とかね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。テールランプがついたりとかしてね。でまあこれはここはね本当見ても楽しめるし運転しても楽しめるというね、もう二段構えの楽しみがあるんですけども、最近本当前々回ぐらいからかな、運転体験すごく人気になってきまして、まあね今日は組み立てだったので、まあ、運転体験してないんですけども、毎回ねイベントではここに並びができるとかね、人だかりが結構できたりするので、明日もねたくさんの子どもたちが楽しんでもくれるんじゃないかなとは思います。でこちらの方、自由に組み立てれるエリアで、こんな感じでパーツをね今一応遊ばれた後に片付けた感じなんですけども、こ、ね、イベント初日もねこの広い場所に、まあ、たくさんのお客さんがねレイアウト組み立てて遊ばれてましたけども、本当昨日ね前日か、レイアウト組み立て2日目かな、準備日2日目に組み立てた、まあ、機関車トーマスのレイアウトも、まあ、たくさんの人がね、見ていただいて楽しまれてましたし、持ち込みレーンというかその常設のね、走らせて遊ぶコーナーの、まあ、ところも、レイアウトをね、組み慣れない人たち子とかがねいるので、そういった子たちにねすごく人気のこうエリアになってました。そこ、こんな感じでね初日はほんとたくさんの人が来ていただいて、まあ、とにかくね子どもたちの目が輝いているのが印象的でしたよね。まあ、それがねたくさん見れるこのイベント、めちゃくちゃほんとベアンからしてみたら幸せなことです。ほんとね、まあ、これからも今後ねこのイベントなるべく続けていきたいんですけども、残念ながらね5月のが終わりますと、今度6月7月8月はですね、ここの会場がちょっと抑えられなくてですねできないんですけども、次のグリプラ広場、中山温泉さんでのねグリプラ広場は今度9月というね空いちゃうので、ちょっと残念な感じなんですけどもね。でこれがね、今回の貸し出し車両なんですけども、今ちょっとところどころ歯抜けなんですけど、大体36編成かな、36車両貸し出ししてましたけども、一時ね、この車両が足らなくなるぐらいまで行きましたね。ほんとなのでめちゃくちゃ、ほんといろんなたくさんの人にね楽しんでもらいました。で本日ね会場にお越しの方がですね、まあ、鳥取県の、中心より若干西部寄りのところにあるんですけども、まあ、島根県の方からも来ていただいたりとか、まあ、その東部の、ね、鳥取市というところから遊びに来ていただいた子もいましたし、本当ね県内外からお越して、もうとにかくなんかねその遠くから来られる方にどうし なんか申し訳ない部分もありますけども、まあ、そういった形で来ていただいて本当に、ね、感謝感謝でした。で2日目もね、来られた方がねとにかく楽しんでもらえるようにいろいろ頑張っていこうかなとは思ってますけども、ね、この町の駅とかもねめちゃくちゃ今回準備しました。レールもね山盛りになってますけども、まあ、あれをね明日はね使いなくなるぐらいたくさんの人が来てくれればね嬉しいなとは思います。
はい、こんな感じでね、イベント初日のアフタートークというふうな形でお話しさせていただきましたけどもね、またいいなとか思われた方がおられましたら、できれば高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。